料理は実験。失敗することもあるし、成功することもある。それがサイモンソースレポ。今日は普通のカレーをレベルアップするシークレットレシピを紹介するよ。これをやり始めてからもうこればっかりで、ここにあるのがまあ普通のカレーの具材だね。今日使うルーはハウスジャワカレーのスパイシーブレンド。もちろん辛口、中に入れるのは好みなんだけど、個人的には好きなのが、肉はビーフが好き。そんなに高級なビーフじゃなくてもいいよ。どうせ中まで火が通るから。それで野菜は、もちろん玉ねぎ。玉ねぎは入れるほど甘くなる。あと、人参。人参は好きなんだよね。今日の人参は美味しそうだな。あとはニンニク。で、ここまでは普通なんだけど、これからサイモンカレーの中に必ず入ってるものを紹介していこう。Number one、じゃん。ごま油。ごま油を入れることでコクがめちゃくちゃ出てきてまろやかな味になる。Number two、じゃん。もちろんこれはみんな使ってると思うんだけど、蜂蜜。そう、やっぱり甘辛がうまいよね。Number three、じゃん。レモンジュース。カレーはもともと結構重たいんだけど、レモンジュースを入れることでフレッシュなジューシーな味が出てくる。で、最後に欠かせないのが、じゃん、唐辛子の粉。はい。で、普通にスーパーで売ってる唐辛子の粉っていうのはあんまり味が強くないから、おすすめは中華物産店に行って唐辛子の粉または生唐辛子を買うっていうこと。あー、いい匂い。よし、サイモンカレーに使う食材はこれで全部揃った。じゃあ作ってみよう。よし、できた。食べてみよう。お腹空いたな。うん、酸っぱいと辛いと甘いでコクがある。この味のギャップ、この幅が結構広くなるから面白い。全然ドライではない。ラッキョウもうまいんだよね。これラッキョウの酸っぱさもカレーに合うから、レモンも合う。これ入れすぎてもダメだから、まずは少しだけ入れて味見をしながらどん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 足していくのが一番いい。サイモンソースシークレットレシピ。辛いものが苦手な人は唐辛子入れなくても大丈夫だから。もうちょっと唐辛子足そう。じゃあみんなカレーの中に何を入れるのが好き？野菜とか肉とか、それとなんか変わってる隠し味とかある？まあ何かあったらコメントで教えてね。では、See you next time!